に負けてしまい、すごい悔しい気持ちでいっぱいなんですけれども、負けっていうものが自分たちをすごく強くした、そして成長するためのきっかけになったなってすごく思うので、むしろこれをポジティブに切り替えて、次に全てをぶつけられるようにしたいなと思いました。もちろんワンツーも気は一切抜いてはいなかったし、やるべきことはやったっていうところはあったんですけども、今以上に勝つために必要なことが、まあ、メンタルなのか体力なのか、フィジカル、自分の体管理なのかとか、すごく細かいところまで一人一人見つめ直して、すごく向き合った時間だったとすごく思うので、ラウンド3はワンツーでは見れなかった気合というか覚悟というかっていうものが見れるのじゃないかなと。ラウンド1は開幕戦の一発目の試合の先行だったので、めちゃくちゃ気合入ってる中のドローが結構悔しくて、オーディエンス票含めてのドローだったので、ジャッジだけで見たらちょっと負けてるっていう部分で、かなりチームとしては悔しくて、ラウンド2は角川さんとの対戦で今シーズン初勝利をつかめたっていうのはめちゃくちゃ大きな1勝で、チーム全体としてもすごい嬉しかったです。これも取れなかったら結構やばいねみたいな空気は出てたので、言わなくてもやっぱみんなも思ってるところではあったので、強敵角川さんに対して1勝をもぎ取れたっていうのはすごいただの1勝じゃないかなっていう大きな1勝だなって思いました。ラウンド3の内容っていうのは、まあ、このインタビューではちょっとまだ言えないところではあるんですけれども、これはもう毎回言っても聞き飽きたわっていう人もいるかもしれないですけど、マジで違う味のラプチャーというか、今までやっぱ違う味違う味って言ってきたことだけど、ほんまにラプチャーとしては新しいこうチャレンジというかする気持ちと内容となので、それをしながらもすごく AMEX さんにしっかり勝てるような気がします。AVEX はもうずっと大好きで、2年目からディレクターゆうたさんが変わってから、もうすごい最高のエンターテインメントだなってすごく思うし、まあ、AVEX さんがどういう目標だったりとか意識を持ってこの大会に出るかは分からないんですけど、自分たちから見てお客様を楽しませるというエンタメの心というか、人にしっかり感動を与えられるものを作るっていうのが共通しているところかなと思って、ラウンド3の作品もすごい楽しみにしてます。いつもすごい熱い応援本当にありがとうございます。ラウンド1、2と思うような結果が出ずで、すごくネガティブな気持ちになっているかもしれないんですけども、ラウンド3ではもっともっとラプチャーズがこう今まで練ってきたものだったりとか、すごく強みにしているものを発揮できたらなと思うので、すごく楽しみにしてみてください。ラウンド3はいい結果が出せるようにお伝えしたいと思います。楽しみに。いつも結構ギリギリで本番間に合うか間に合わせるんですけど、なんとか作品含め衣装含めっていうのが正直なところです。昨シーズン2122シーズンのチャンピオンシップでは僕らが勝っているので、そこは自信を持って戦いたいなとは思います。男性エリートですよね、やっぱ個々のスキルが抜きに出てるダンサーが多いので、もうチーム力で勝ちたいなと思います。とにかく8人でステージに立つのが目標です。応援よろしくお願いします。